はい、隕石少年トースターです。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ですね、君が生まれた狂気の村というお芝居をします。6つ、見どころは？見どころはですね、こちらし見てもらったら分かるように出演者がいっぱいいます。この劇団員プラス、客演さん、個性豊かな客演さんたちがいっぱい出てくれてますので、そこは見どころです。日にちは2014年、当たり前か、の7月30日水曜日から8月の3日日曜日まで、場所は大阪の十三のカフェスロー大阪でします。そうですね、隕石少年トースター今回で活動休止、無期限活動休止になるので、代表作を、皆さんにお届けしたいと思います。ぜひ見に来てください。見てください。